を連れてきたので、あの一緒にお絵かきをしていこうかなって思います。パパー、こんばんは、稲村春樹です。パパ来てくれてありがとう。わーわーわーじゃあ自己紹介をお願いします。はい、おじさんです。いや、そんなことない、そんなことないよパパはお兄さん、お兄さん、 お兄さんです。あずりちゃんのバーチャル、あの、守護者じゃねえや、守護者なの、バーチャルバーチャル保護者をやってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。何この鳥みたいなやつわかんない、適当書いとった一つ目のお題は、これはすごい結構いろんな人がお題で送ってくれたんだけど、あのピンキーポップヘップバーンちゃん PPH、 巨乳の子だ。そう、巨乳の子だねもう10分間で書きます。書けそう、パパ自信のほどはいかがですか。ないないもっていや、書きます、書きます、画力で書きます、画力で書きます。まあプロだからね、パパは。早速ピンキーポップヘップバーンちゃん10分間チャレンジ、よーい、よし、いくぞ、スタート。ちなみにピンキーちゃんの動画とかって見た？ちょいちょい見てる、ちょいちょい見てる。全部見て、全部、マジ全部見なきゃダメ。ダメだよ、祭りの推しやぞ。そうか、かわいいやつ。全部見ます。はい、お願いします。顔がかわいい、胸もかわいい。わかるせやな、せやで。パパはさ、こういうなんか10分間チャレンジみたいなやったことはあるの？あんまやらないね。まあそうだよね、あの1時間でやるワンドロとか。ああ、はいはいはい、ああいうのやったことあるけど、うんうん、10分で、まあ、そうだよね、10分ってな、10分ってなってなるよね。パパさん頑張れ、だって。お、ありがとうございます。よいしょ、なんかパパとこういう配信するのちょっと緊張するわ親子お絵かき、親子お絵かきげ喋れなくなった。お絵かき、お絵かき、お絵かきだよ。祭りお絵かき配信あんまめったにやんないからね、これはレア配信ですわ。祭りちゃん結構うまいからな。いや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 、やばいでしょ、やパパに言われんのやばくないいや、マジで迷い線とか全然ない気がするが。え、あるあるよ。本当にござるか。本当にござるよ。あ、オルダン先生見とるやん、おるやんけ、おるやんけ、オルダンけ、オルダンけがおるやんけ。いや、もうパパってさ、パパが来るってなったらさ、お絵かきしかないって思ったんだけどさ、そうなるとさ、祭りの絵も見せないといけないじゃん。ええやん、ええやん、このこの、わかりますか、このプロの前で見せないといけない、このかけとる、かけとる。本当に優しいな、パパは。何を恥じることがありますか、遺伝だよ、遺伝。マジチョコ先生、チョコ先生、まずい、まずい、まずい、うまいチョコ先生のアレスコいいよね、いいよね。パパ、やばい、汗かいてきたよ。汗かいてきたの、うろ、ブースで販売する、パパの汗、ポカリスエットって言ってるかやばやばポカリスエットに怒られろ。すいません、ポカリスエットさん、すいません、謝ってください。謝りました、はい、許してください。えらい、パパ謝れてないね。コンプライアンスバッチリだから、うん、コンプライアンスはもう祭りもバッチリだから、ね、あ、そうっすか、そうっすよ、なんすか、ほんますか、ほんますよ、なんすか、そういう、そういうことにしておこう。何か文句でもあるんですか。いえ、ございません娘に逆らえないから。パ
パの恥ずかしい話聞こう。パパの恥ずかしい話聞かせて。恥ずかしい話ね。うん。友達に、学生の頃ね、うん、友達に大輔って名前のやつがいて、うん、そいつがあだ名で大悠って音よ、訓読みじゃないや、音読みで大悠って呼ばれてて、うんうん、でそいつの実家に電話した時に、うん、うん、癖で大悠くんいらっしゃいますかって言っちゃって、うん、いませんって言われちゃったの。あ、大輔は いませんけどみたいな。恥ずかしいわ。素で間違えた。かわいい。そういう時もある。そういう時もある。間違って大悠って言うなよって言われて、分かってる分かってるって言った後で間違ったから。かわいいな。なんか恥ずかしい話がかわいいからいいね、パパね。いや、だいぶ選んだよ。だいぶ選んだ。もっとやばい、だいぶ選んだよ。やばいの聞きたいよ。やばいの。そう、なんかおもらし最近しましたみたいな。そういうのが。それまつりちゃんじゃん。自分やんけ。まつりはせやな、せやったわ。自分やった。あれ未遂じゃなかったの？大丈夫？いや、配信内はさすがにね、さすがに。配信外は、配信外は知りません。ご想像にお任せいたします。なるほど。配信内はセーフ。そう、配信内はセーフだったから、もうそれはもうセーフやん。なるほど。それはもうセーフですね。何もなかったと。何もありませんでした。だそうです。はい、皆さんもね、おしっこ我慢しないようにしましょう。いや、すごいよ、なんでそんなに体張ってんの。なんでだろう。祭りにもおしっこ我慢からあげ大会とか。祭りにもわからない。なんかやっぱ遺伝かな。遺伝？そんな。パパもさ、おしっこ我慢大会しようよ。何すんの。次のコミケでやろう。一冊、コミですか？一冊売れたら一回飲もう。ありがとうございます。ごくごくごく。売り切れるまでトイレに行けませんみたいな。ありがとうございます。スタッフさんにお願いしてトイレの近くに配置してもらわなきゃダメだ。そう、ダッシュで行ける、ダッシュで行ける距離でお願いします。めっちゃ見たいけどね。あ、10分です。あーう、あーう、あーう、かきかけ、かきかけ、はい、ピンキーちゃん。めっちゃやっぱパパだな。私このここ好き、ここ。わかる？わかりみ、わかりみ。でパパここ、やっぱパパのね、こうなんかこういう関節とかのこの肉付きとかが、あとこことかね、が好きですね。あとこんなに胸はない。こんなに胸は、こんなに胸はね、ないね。ちょっと持っちゃったかな。ちょっと持って、そうだね。こんなにないから、C って言うんだったら、ちょっと、じゃレイヤー2に。いきますけど。赤ペン先生始まった。この辺に影をちょっとこうつけてあげるといいかもしれないですね。影そう、胸はない、影だっていう感じ。なるほど、線にはならないぐらいのやつ。そうラブライブの矢沢ニコちゃんレベルの感じで。オッケー、ありがとう。じゃあ次、ごめんねピンキーちゃん、またね。ああ、ピンキー、お前消えるのか。お前消え、サラ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 。
すいじゃあ次のお題はね、なんと次のお題はママ釣りです。